ゴーもまた悪に打ち勝った。秩序が混沌を押し流すのだ。今逃げれば命は助かるぞ。認めんぞ。かけてやろう。ねえ、宝探し。まずは俺の船、キャロル1号の残骸に向かってくれ。世界で一番愛しいやつだ。もちろん海の次にだ。海底に縛られて永久に死ねないハンデ。とになっちまったってわけだ。俺はあの真珠を取り戻して、で仲間に取りに行かったんだが、誰一人戻ってこなくてな。神から盗んだのか。勇敢ではあるが、あまりにも愚かな行為だ。何も言い返せねえ。だが俺に言わせりゃ十分代償を払ったってのに、お宝が手元にないのはおかしいだろう。今今しいしわぐめ、そこら中に嫌がれ。勝負だ。いたぞ、俺のかわいいかわいいキャロルアンだ。真珠も近くにあるはずだ。よく探してくれ。海に輝く宝は我のもの。奴らに奪われしは我が宝。そして波の下にあるすべて我が王国だ。波の下っつったってチュンバーリー、ここは波一つない砂漠になっちまってんだろうが。我がしもべの怒りの牙を食らうがいい。やるじゃねえか。どこかにあと3つほどあるはずだ。さあ、行った行った。我が名はチュンバーリー。海の災い、嵐の女神。この恨み、荒さでおくべきか。そうかいそうかい。だが今は水たまりの女王、どんな船乗りもびっくり仰天の干潟の主だろ。我から盗み生き残った者はいない。我は山を溺れさせ海を飲み込む者ぞ。俺だって帽子と靴紐でカモメを捕まえたことあるが、おめえ見てひらかしたら死に。
正義はなさる。犯人はお分け前の真の強者だな。私は我こよっしゃガスパンタッチをねやっと会えたブル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 戦闘再開だ。飛ばしてる奴がいたら、俺っちがかじってやる。ふん。よくやってくれた。これで全部だ。報酬をやるから戻ってこい。あそこだ。さすが、俺が見込んだだけはあるな。さあ、その心情を渡してくれ。もちろん俺にだ、だろ？人間よ、その真珠は我がものだ。神殿に戻さねば、怒りを買うことになるぞ。神の怒りを買い、自らを貶めてまで得るべき金貨などない。この腐り切った臭い汁のクソ詰まったクズ野郎め、約束が違うじゃねえか。お前みたいな奴は船底くぐりの刑にしてカモメの餌にしてやら。
苦しめるぞ。人間はお前を誤解していたようだ。潮の流れはあらゆる隠れた宝を運んでくる。これを受け取るがいい。お前の誠意に対し十分に報いる品であろう。では立ち去るがいい。我の気が変わる前にな。